荒木和成8月8日から1977年5月24日は昭和期の千葉市長弁護士。旧西浦和高等学校を経て1929年3月に東京帝国大学法学部法律学科を卒業。後に総理大臣となる福田武夫とは同窓であった。1930年10月、高等試験行政科試験に合格。 1932年6月、内務省に入省。厚生省国民保健課長、和歌山県副知事などを歴任。1958年に東京で弁護士を開業し、翌年の和歌山県知事選に出馬するが落選。1962年12月に千葉市条約に就任した。1972年の千葉市長選では自民党県議だった。 吉原哲春との保守分裂の中で初当選。1976年の市長選でも、社会、共産、公明3党から支援された佐久間つを破って再選を果たすが、再選から1年少し経った1977年5月24日、夕国に夫人と共に花見川沿いのサイクリング道路を散歩していたところ突然倒れ、 病院に搬送されたがそのまま心筋梗塞で死亡した。去年71。前任の宮内三郎から引き継ぐ形で、市政下の千葉市では新東京国際空港のための航空燃料パイプライン埋設工事計画が進められていたが、千葉市内では地元住民らによる反対運動が起きていた。鉄道による 成田空港航空燃料暫定輸送のルート1972年1月14日、千葉市議会特別委員会が機動隊に守られながら、航空燃料輸送パイプライン埋設賛成を強行採決した。新東京国際空港公団と消防署や公民館等の環境整備費11億円の支払いの密約を交わした荒木は3月15日に工事のための道路専用許可を出した。 しかし、工事が開港に間に合う見通しが立たなくなったことから、空港公団は、同年7月に開港までのパイプライン稼働を、諦めて、鉄道を利用する、暫定輸送の方針を出した。千葉市への支払いが行われないままなされた、空港公団の方針転換に激怒した荒木は、工事を差し止めた上現状復帰を命じ、さらに密約の存在を暴露して、以後、 空港公団は相手にせずと声明を出した。これ以降パイプライン工事が停滞することとなり、開港が大幅に遅れる要因の一つとなった。その後、パイプラインと暫定輸送の問題を抱え込んだ荒木は、国や首都の板挟みの複雑な立場に置かれ、選挙が近づく中で航空燃料輸送問題の決断を迫られている、最中に休止した。時代も含めて15年にわたり、 市の発展に尽力した功績から、1977年5月24日に、名誉市民第3号となることが決定。花見川に架かる何和橋のたもとには、千葉市長、荒木和成周辺の地と記された誇らがある。荒木の自宅の目の前にあった花見川は、航空燃料パイプラインの新たなルートの候補であり、荒木が休止した時自宅の机の上には、 燃料輸送などについて細かくメモしたノートが開かれたままであったという。すでにこの頃には、運輸大臣の田村元や佐藤文章らとの間で、航空燃料輸送問題の調整が進められていたため影響が懸念されたが、補欠選挙で荒木の補佐をしていた松井明が当選し9月14日に暫定輸送の協定が結ばれた。ありがとうございます。